教会スナイスケの聖書では後ろの方の新約聖書290ページとなっております。私は口語訳聖書をお読みいたします。ガラテヤ人への手紙5章13節14節をお読みいたします。兄弟たちよ、あなた方が召されたのは実に自由を得るためである。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕えなさい。律法の全体は、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというこの一句に尽きるからである。アメン。本日はこの聖書箇所より、自由か自分勝手かというタイトルで今年最後のメッセージを西森先生に取り次いでいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日もこのように共に主の前に出て礼拝をされられることを心から感謝をいたします。今日、与えている聖書の箇所、ガラテヤ人への5章のガラテヤ人の手紙の5章の13節から14節でありますけれども、この聖書の箇所から自由か自分勝手かという題でメッセージをさせていただきます。この、週報の表紙も先ほどワシプリーダーの方が、メンションしてくださいました、触れてくださいましたけれども、真理はあなた方に自由を得させるであろう、この御言葉をいただいてこの1年歩んできました。イエス様が私たちに自由を与えてくださる。イエス様を信じることは私たちを不自由にするんじゃない、私たちを縛って、私たちをがんじがらめにして、クリスチャンって本当になんかこのいろんなことに縛られて大変だね、そういうんじゃなくて、あなたはこれをしなきゃいけないとか、これを守んなきゃいけないとか、私たちを縛るのではなくて、私たちに自由を与えてくださるんだ、そのことを大切にしていこうと歩んでまいりました。あ、本当にこの1年神様がそのことを教えてくださって、私はその自由を経験することができた、そういう方もいらっしゃると思います。感謝します。けれども、それとともに、私はこの1年を締めくくにあたって、自由について一つの問題について、今日の説教題でありますが、自由か自分勝手かという題で、そのことについて今日はこの聖書の箇所から味わっていきたいと思うのであります。自由と自分勝手の問題、私は自由なのか、それとも自分勝手なんだろうか、あの人は自由なんだろうか、あの人は自分勝手なんだろうか、それはですね、私たちが子どもの頃から戦ってきた問題であろうと思います。あれをやりなさい、これやりなさい、そんなのダメだよと親に言われて、もっと自由にさせてくれと言ったり思ったりしたこと、ほとんどの皆さんが一度や二度は経験したことがあると思います。いや、もう私はそんなことばっかりだよと、ずっとこのもういろんなこと強制されて、この自由なかった、そういう方もいらっしゃるかもしれません。反対に、自分でなんこういうことをするのは単なる自分勝手だなって自分で自分にブレーキをかけてきた人もいらっしゃると思いますね。なんでかわからないんだけれども、自分で周りに気を使って、それが良かった時もあるんだけれども、あんまり続いていると疲れてしまう、そういう方も教会に来られるような方々の中にはいらっしゃるんじゃないかと思いますね。私も子供の頃、欲しいものがあっても我慢する方でありました。そんなことはないよって両親に言われちゃうかもしれませんけれども、多分そうだと思いますね。兄も弟も平気でこれを欲しいっていうのでありますが、それは親を困らせることになると分かっていました。中学校の時に私はブラスバンドでトロンボーンを吹いてたんですが、学校の楽器というのはですね、
アメリカの学校ちょっとね綺麗な楽器使ってますけれども、私がいたその日本の下町の学校はですね、本当に古い楽器を使ってました。学校の楽器は錆びて手が多くなるような楽器でした。あちこち傷がついてへこんでいるんですが、トロンボーンの場合はですね、こうやって吹くので、この一番大切なこのスライドする部分ですね、その外側のスライドがへこんでしまうと本当に終わるので、そういう学校の楽器どれを吹いても、あの吹くときにですね、このスライドするときにギギギギギギってそういう楽器ばかりでありました。学校の友達の中には、まあ、ホルンとかトランペットとか自分の楽器を買ってもらっている友達がいました。1年生の時は学校の楽器を使うけれども、2年生、3年生になると自分の楽器を買うという友達もどんどん増えてきました。ですから私もトロンボーンが欲しいと思いました。ある日、本当に、まあ、それまで私カタログを見てはですね、ため息をつく日々が続いてたんですけれども、ある日ですね、本当に勇気を振り絞って親に言いました。トロンボーンが欲しい。でもですね、親の反応はですね、それは無理だというショートアンサーでした。悔しかったですね。それで、まあ、ふてくされてですね、私は教会の牧師の子供だったものですから、その教会にまあですね、3階まで あったんですけど、3階までそんな立派な3階建てじゃなくてですね、2階は2部屋くらいしかなくて、1階、3階はですね3畳一間みたいな、そんな3階だったんですけど、3階の部屋に閉じこもってて、ふてくされていたんですが、父親がですねそれ心配してふっと言ったんですね。いくらくらいするんだ。それはですね、もうすごい嬉しかったですね。本当？買ってくれるの？私はですね、欲しいのはもうちょっと上のもうグレードだったんですけれどもですね、一番下のグレードのやつを、ヤマハのですね、一番下のグレードのですね、これくらいなら買ってくれるかなと期待してですね、一番安いモデル、本当はこれじゃちょっともうちょっといいのがいいんだけど、思いながらですね、一番安いのを言いました。なんだと言われるか、それくらいでいいのかって言われることを期待しながら言いました。5万円くらい。で、楽器の値段ご存知の方々、 5万円で買えるのって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、5万円くらい。父親はですね、それを聞いてバカ一言だけ言って向こうへ行ってしまいました。その時にですね、言うんじゃなかったと思いました。言わなきゃよかったと思いました。あ、うちってそうなんだと思いました。ですから、まあ、それからもですね、いろいろ我慢してきたんだと思います。でもそれはどこかで無理をしていました。他の人の姿を見て、ああいうふうに自由に着られたらいいのになと思いながら、それがいつの間にかいいのになだけじゃ済まなくて妬みになっている、そういうことがありました。自分はこんなに我慢してるのにって、その人を裁く気持ちになったこともあります。自己嫌悪になったものであります。もしかしたらそういう方々が皆さんの中にもいらっしゃるかもしれません。そしていろいろ我慢しなくてもいい、自分の自由に来たらいい、そんな話を聞くと、そうかと思って自由に生きようと思うんですが、それはもしかして単なる自分勝手なんじゃないかという、もう一つの心の声が聞こえてくることが、私自身本当にイエス様の福音で解放されました。イエス様の福音で本当に解放されました。イエス様の福音は私たちを自由にします。それは本当に胸を張って大胆に言うことができる。聖書に書いてるから当たり前なんですが、私自身の経験として本当に声を大にして言うことができます。イエス様の福音はあなたを自由にします。それまでは自分の信仰に自信がありました。自分の信仰は結構いい線いってると思っていました。
そして同じようにできない人々を裁いていました。本当に不自由だったんですね。でもイエス様を本当に知ったときに、イエス様の愛に圧倒されたときに、本当に自由になりました。ああ自由って素晴らしいなと思いました。でも私たちはそこでもう一つの問題に出会います。それは自分勝手なんじゃないの、もう一つの心の声が聞こえてくる、単なるあなたのそれは自分勝手じゃないのって。あの人は自由なのか自分勝手なのか、自分は自由なのか自分勝手なのか、それはしばしば私たちが経験する問題です。いや大人になったら関係ないとか、もういやもう信仰20年30年守ってたら関係ない、そんなことない。本当に私たちはそういう問題にぶつかる。でもそれを理解するためには、聖書が、聖書自身が私たちの自由をどのように語っていくのか、それに目を留めることがとても大切です。ですから今日は2つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますが、第一が何からの自由かということです。第二が何への自由かということです。これがクリアに見えてくると、自分は今この神様からの自由を本当にいただいているか、それがわかるでしょう。そして自分と、自分の自由と自分勝手の違いは何なのか、それが見えてくると思います。今日も2つのポイントでお話をさせていただきます。第一に何からの自由かということです。私たちが与えられているのは何からの自由なのか、大きく分けて2つのことが言えると思うんですけれども、イエス様が私はあなた方を自由にするよ、ヨハネによる福音書8章32節でおっしゃった、その自由は2つのことからの自由です。それは第一に罪と死からの自由です。私たちがどうしても犯してしまう罪、そこから来る罪悪感、そして、そうですね、第一は罪と死からの自由ですね。この罪悪感、そして罪の結果としての死、そして死の不安からの自由を神様は私たちに与えてくださるんだ。まあ、ちょっと古い歌でありますが、分かっちゃいるけどやめられないという歌がありますね。分かっちゃいるけどという歌がありますね。その、まあ、あれはどちらかというと、なんか、まあ、しょうもない歌だと思いますけど、でもですね、これ本当に私たちの信仰生活の中で起こってくる。分かっちゃいるけどやめられない。私たちは分かっている。まあ、パウロも言ってます。私は分かっている。私は神様に従ってこの生き方をしたいと思っている。でも私はできない、こんなことをしてはいけない、こんな考えにとらわれてはいけない、分かっている、でもどうしてもそうなってしまう。それは私たちは自由じゃないから、罪から自由じゃないから。許せない人がいる、妬みが湧いてくる、この罪からイエス様は私たちを解放してくださる。でこの罪からの自由ってことを言うときに、それはですね、もう私たちイエス様信じて、イエス様私はあなたを信じますって信じたら、もう二度と罪を犯さなくなってしまう、それ一朝一夕に起こるかって、そうじゃなくて、これライフロングプロセスですね。一歩一歩、一つまた一つ、いやもう大丈夫と思ったらまた一つ示されて、もう私はもうこういう問題からも解放されて、晴れでやーって思うんですけれども、思ってもまた私たちはまたこんな罪を犯してしまった、そう、またこんな、聖霊様はね、聖霊様は私たちに親しく触れてくださるがゆえに、どん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 今まで感じていなかったそういうことも示してくださる。だからこれはライフロングプロセスなんです。本当に一つ一つ、一歩一歩、また一つまた一つ、私たちを罪から解放してくださるのであります。でも確かに神様は触れてください、私たちの心に、いやこんなのはね、一生背負っていくんだよって、そうじゃなくて、私たちは一つまた一つ罪から解放されていくんだっていう、この自由を経験することができるのであります。そして私たちを罪意識からも解放して、罪意識、罪在籍感、そこからも解放してくださる。あなたは許されてるんだよって、
語ってくれる。これはもう本当にイエス様を信じるときに、いや、これも時間がかかる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、基本的には本当に私たちはイエス様によってあなたは許されたんだよって、それを信じて私たちは歩んでいくんですよね。もう責められる必要はない、どう大丈夫かな、大丈夫、ビク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 生きる必要はない、大丈夫、神様は受け入れてくださっている、そして死から解放されている。いや、これもですね、肉体の死はイエス様を信じてもやっぱり経験する。私たちはこの死からの解放を与える、でも肉体の死はやっぱり経験する、でもその意味が変わってくる。私たちは恐れなくていい、私たちは恐れる必要はない、そしてその時は死は何になるか、肉体の死は何になるかというと、私たちにとっては死はイエス様が私たちを迎えてくださる時と変わるので、イエス様が私たちを迎えに来てくださる時と変えられるのであります。もちろん私たちはこのそれが現実的に目の前に迫ってくる時に死の不安というのは全くないかというと戦いはあるでありましょう。でも本当に私たちそれを恐れる必要はない、死の不安からも解放されるのであります。でもですね、もう一つ大切なことが、本当に私たちは罪と死から解放される、自由にされる、大切なことであります。でももう一つ、このガラティア人の手紙のテーマなのでありますが、それがですね、律法からの自由ということですね。まあ今年のテーマ、本当に私たちは真にあなた方を自由にする、そう本当にこの御言葉を味わっていくときに、私たちはあれをしなきゃいけない、これをしなきゃいけない、そういうものから解放されるんですよ。それも何回もお話してきたと思うんですけれども、本当に私たちは律法からの解放、ユダヤガラテの教会の中にはユダヤ主義者という人々がいました。まあ、で私たちはね、この現代の日本語教会に、日本語のキリスト教会に集っている私たちには、そういうことはあまりそれを直接感じることはないかもしれませんけれども、ガラテアの教会、この時代のガラテアの教会はユダヤ人で、その律法を守んなきゃいけない、ユダヤ人の守ってきた律法を守んなきゃいけない、割礼も受けなきゃいけない、そういうことを言っていた人たちがいました。信じるだけじゃダメだ、信じるだけなんて甘い、これを守んなきゃいけない、そういう律法を守んなきゃダメだという人たちがいました。そういう人たちにこのガラテヤ人の手紙が書かれた。そういうことで困っている教会にこのガラテヤ人の手紙は書かれたんです。で、その私たちに当てはめるならば、そんな昔の話をしてもって言って、じゃあ私たちに当てはめると、それはああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないという規則や義務感を表しています。クリスチャンだからこうしなきゃいけない、クリスチャンだからああしなきゃいけない、それに縛られて歩んでいくのがクリスチャンの生涯ではありませんよというのであります。聖書を読むこと、お祈りすること、教会に来ること、大切です。でも義務感が先に立つ、それは違う、義務感だけでやっている、それは違う、そういうものから神様私たちを解放してくださる。本当に先ほど賛美しました、主の愛に満たされて私は今日も歩んでいく、本当にそう、その恵み、神様の大きな大きな恵みに満たされて歩んでいくんだって。だからガラテヤ人の手紙の5章の1節にはこのように書かれています。この先ほど読んでいただいたガラテヤ人の手紙の5章のその最初のところにはこう書いてあります。自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださったのである。だから固くたって、固くたってですよ、本当に決意を持って、二度とこの奴隷の首輝きにつながれてはいけない、本当に確信を持って、何があっても私は動かない、間違ってもこの福音から動かない、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、そういうものに縛られて息苦しくなるような生き方にもう帰っていくことはないんだって。ローマの人の手紙の8章の15節にもこのように書かれていました。ローマ人の手紙の8章の15節、あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、こたる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのである。
まあ、これ聖霊様ですよね。聖霊様によって私たちは奴隷になるんじゃないんだよ、神の子供になるんだって、子供としての資格を受ける子供として、これはあわちよって神様に安心、神様の前に安心して信頼して出る姿勢ですよね。私たちは神様に従わないと怒られるとか、恐れて奴隷のようになって神様に従っていく、怖いから怒られるから、そういうふうに神様に従っていくんじゃない、本当にお父さんを信頼している子供がそのお父さんの愛の中でその歩んでいくように、神様を信頼して歩むんだというのであります。神様の御手の中に全てを追い出して、神様の御手の中に追い出して、ありがとうございます、感謝します、私の歩みあなたの御手の中にあります、私の人生自分で握りしめるのもうやめます、自分でこうじゃなきゃいけない、ああじゃなきゃいけない、そうやって自分を縛るのをやめます、あなたの御手の中に追い出します、あなたの導かれるところどこでも行きます、本当にそうやって神様を信頼して歩んでいく自由です。それを神様は私に与えてください。猿型信仰と猫型信仰の時々お話をさせていただきますが、猿型信仰と猫型信仰というのがあります。猿の赤ちゃんはお母さんにしがみついて振り落とされないようにと頑張ります。でも猫の赤ちゃんはお母さんが首根っこをつかんでひょいっと運びます。写真も準備しました。それは本当にそうですね。このお腹にくっついたり、お尻にくっついたり、背中にくっついたりですね、一生懸命、本当にそうなんだなと思いますね。お母さんは4本足全部を、手足って言ったらいいんでしょうか、4本足って言ったらいいんでしょうか、手足を全部地面につけて、この子供を守ってあげようとかそういうんじゃなくて、もう子供が一生懸命一生懸命、このしがみついてる。私たちが、もしも私たちの信仰をこういうものだと、もう神様にしっかりしがみついてなきゃいけない、これをやってこれをやってこれをやって、神様にしっかりしがみついていかなきゃいけない、そういうふうに頑張っていく、そういうふうな思いの方もいらっしゃるかもしれません。でも猫はどうかというと、本当にそうですね、わざと探したわけですけども、昨日でもですね、猫の赤ちゃんがお母さんのお腹にしがみついてる、そんな写真見たことないですね。いや本当にうちの猫は母親のお腹にこの一生懸命自分でしがみついてましたよって人、もしかいたら教えていただきたいと思いますが、でもですね、本当に私たちこの猫もですね、お母さんが赤ちゃんの首根っこをちょっと軽く優しく噛んで、そして運んでいく、ワニもそうだと言いますが、ワニは大丈夫なのかなと思ったりしますが、でもですね、神様も私たちのことをひょいと掴んで運んでください。私たちが一生懸命神様にしがみついて、なんとか信仰生活、神様から離れないように頑張るというのではなく、弱い小さな私たちを神様が運んでください。そこに私たちは身を委ねていく、それが私たちの信仰です。その自由です。神様に身を委ねる自由です。恐れからの自由です。義務感からの自由です。それを神様は私たちに与えようとしておられるのであります。また同じようなことで、まあ、バリエーションといったんですが、そういうものとしてある方々は家訓や文化のプレッシャーからの自由を必要としておられるかもしれない。こうしなきゃいけないという親からの受け継いだこだわり、またこの世のしがらみ、日本文化のしがらみ、私たちは海外に来て自分の文化は絶対ものではないことを知りました。本当に自分の文化って世界的に不変なものではなくて、不変なものももちろんあるだろうけど、不変なものじゃなくて、本当にこれは相対化されなきゃいけないんだなと思う。でも子供の時からそこで育ってきた文化は今でも私たちを縛っているのがある。そんなに人の目を気にしなくてよいのに、いつもいつも人はどう思うだろうかと
気にして生きていることは何でしょうか。空気読めとか。神様は私たちをそういうものからも解放してください。私たちは天国の国民として、この天国の文化を、神様の文化を私たちの人生にいただいて、本当にもちろん、ね、個性とか賜物とかそれ生かされます。でも本当に神様が、それが私たちを縛るのじゃなくて、本当に神様による自由をいただいて、与えられたものを用いていくような歩みをさせていただくことができるのであります。素晴らしい。まあ今日の原稿には入ってないんですが、本当に自由ってことを思うときに、ある方々は環境からの自由ってのを思われる方もいるかもしれない。病を負ってらっしゃって、本当に病の中で痛みを経験している、家族の問題、社会の問題、会社の問題、いろんな問題で押しつぶされそうになっている。でもその中でイエス様を見上げて歩んでいくときに、ああ病の中でも自由があるんだなって、戦いの中でも自由があるんだなって、会社や学校や環境の中でなんでこんな苦労しなきゃいけないんだろう、でもその中でも神様を信じていく自由があるんだなって、そういうことも経験させていただくことができる。神様は私たちに自由を与えてくださっているのであります。さて2番目のポイント、大切なポイントであります。今日の聖書箇所は、今日先ほど読んでいただきました聖書箇所は直接的にこの箇所から語られる言葉でありますけれども、何かというと、何への自由か、何からの自由、それとても大切なことです。でもそれとともに、それ以上に大切なのは何への自由かであります。それはこの、もう一回読みますね。ガラテヤ人への手紙5章の13節14節、兄弟たちよ、あなた方が召されたのは実に自由を得るためである。本当にそうです。私たちは自由を得るために神様のものになりました。自由を得るために教会に来ました。自由を得るために教会で歩んでます。本当にそうです。声を大にして言いましょう。教会に私は自由を求めてやってきました。自由を神様は与えてくださいます。本当にそうです。でもこの後、ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使え合いなさい。肉の働く機会にするなっていうんです。肉というのは神抜きで自己実現をしようとする人間の性格のことを言っています。聖書の中に肉ってこともたくさん出てきます。これ神抜きで自己実現しようという人間の方向性、このことを聖書は肉というふうに呼んでいます。自由なんだから何をしてもいいだろう、勝手をしてもいいだろうというのではないのであります。私たちが与えているのは愛に向かっての自由であります。愛する自由であります。隣人を愛する自由であります。自由が与えられているんだから、それは愛するために使いなさい。ね、私たちがこの、いやそう、本当にこれ、難しいラインかもしれませんね。もう自由なんだから愛しなさいって、だから私たちこれ どっち順番大切で、本当に自由だからってのが先になきゃいけない。本当に愛しなさい愛しなさいじゃなくて、本当に自由なんだから愛しなさい。このあなたは愛されてイエス様によって解放されたんですよ、あなたは自由なんですよって、これを本当に 100% 本当に経験して、ああ私は自由なんだな、それを味わっていないで愛さなきゃいけないと、やっぱ苦しくなってきますよ。やっぱり先ほどの律法になってきますよ。苦しくなってくる。大切なのは、本当に私は自由にされたんだ、本当に私は自由にされたんだ、それを愛のために使いなさいって、私は今度こういうことを考えるときに、第一ヨハネの4章18節のことがとても大切だと思っています。第一ヨハネの4章18節、愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。私はいつも自分に問いかけます。今自分がしようとしていることは愛によるのか、それとも恐れによるのか。
自分は愛によってこの決断をしようとしているのか、それとも恐れによってこの決断をしようとしているのか。ある時はその動機が恐れだと見えてくる時があります。愛に恐れによって行動しようとすることがあります。人がどう思っているかを気にして行動することがあります。こんなことを言ったらどう思われるんだろうか。そのような恐れは自己中心的です。恐れって自己中心的ですね。自分を守ろうとするんですから、他人の機嫌を取ろうとして、それは結局自分がどう思われるか気になっているから。だから周りの人の気にするのは恐れによって、自己中心によって気にすることもできるんですよ。でも愛は違います。愛は与えるもの、愛は相手のことを考えます。愛は与えるものです。愛は積極的です。相手の反応を超えて相手のことを考えます。自分がどう思われるかよりも相手のことを大切に思います。自分の動機は愛なのか恐れなのか、それをしっかり見分けることが大切だと思います。この愛に神様は私たちを招いてくださいました。私たちを愛して、私たちに愛が分かるようにしてくださいました。これは先ほどお話したように、これは本当に私たちが自由だから与えられるものです。本当に神様が愛してくださったから自由になることができ、神様が愛してくださったから私たちは本当に自由に生きることができます。何にとらわれて、罪にとらわれ、恐れにとらわれ、この立法的な、このこんなことをしなきゃいけない、あれしなきゃいけない、これしなきゃいけない、そういうものにとらわれるんじゃなくて、本当に愛されているから自由に生きることができます。そして私たちに愛されているがゆえに愛することができるものとならせてくださるのであります。そしてパウロはこう思います。私は全ての人に対して自由であるが、できるだけ多くの人を得るために自ら進んで全ての人の奴隷になった。ユダヤ人にはユダヤ人のようになった。ユダヤ人を得るためである。立法のもとにある人には、私自身は立法のもとにはないが、立法のもとにあるもののようになった。立法のもとにある人を得るためである。立法のない人に、私は神の立法の外にあるのではなく、キリストの立法の中にあるのだが、立法のない人のようになった。立法のない人を得るためである。弱い人には弱いものになった。弱い人を得るためである。すべての人に対してはすべての人のようになった。何とかして幾人かを救うためである。福音のために私はどんなことでもする。私も共に福音に預かるためである。これも本当に気をつけていただきたい、誤解しないでいただきたい。本当に土台は私たちは自由だからということです。こうしなきゃいけない、周りに合わせなきゃいけない、義務じゃない、自由なんです。自由だから、その自由を私は誰かが救われるために用いよう。パウロは何とかして幾人かを救うためである。私たちは自由にされました。でもその自由を何のために使いますか。私たちもこのパウロのように福音のために、何とかして幾人かを救うために、この自由を、与えた自由を用いさせていただこうじゃありませんか。最後にこの自由を得るために本当に大切なことを一つだけお話しします。それは自分が自由ではないということに気がつくことです。イエス様がヨハネ8章32節の言葉を言われたときは、人々は私は自由だよ、文句言いました。あなたに言われる筋合いはない、そんなこと言われる理由がないと反発しました。彼らはイエス様を信じた人たちって書いてある。イエス様を信じた人たちが、イエス様は私はあなた方を自由にするよ、いや私は自由だよ、もう自由だよ、そういうことを、自分が
囚われていることに気がつかなかった。その時に彼らは自由を得ることはできませんでした。あなたはどうでしょうか。自由のための第一歩は自分の弱さを認めることです。自由のための第一歩は自分の不自由さを認めることです。あなたが不自由で囚われていて、そのことに気がついていないと残念なことに周りの人たちをも不自由にしてしまいます。縛っていきます。周りの人たちにも影響があります。あなた一人の問題じゃなくて、私たちは祝福のもとにです。神様が私たちを通して世界の人を祝福しようとしました。私たちが本当に神様による自由をいただいて祝福のもとにとして歩んでいなかったら、それはとってももったいない残念なことです。もう一度主の前に出て、一年を閉じるにあたって本当にもう一度神様の前に出ようじゃありませんか。私を自由にしてください。一人の人間として肩書きとか立場とか全部置いて、クリスチャンとしてのこのこうやってきました、こういう訓練受けてきました、そういうことも全部置いて、一人の人間として、単純に一人の人間として自分の魂、心の魂の問題を見て、私を自由にしてください、私に囚われているものから解放してください、祈ろうじゃありませんか。私を縛っているものから解放してください、罪から恐れからこだわりからしがらみから他人の言葉から解放してください。そして愛することを教えてください。私は愛のないものです。愛することを教えてください。だから愛することを教えてください。本当に今日そのような思いに導かれている方がいたら、ああ私は本当に自由が必要だなって、このなんか自分勝手な自由じゃなくて、本当に神様が私をこのいろんな不安とか恐れとかこのこだわりとかこの縛っているものから解放してくださるならば、その解放が自由が必要だなって方がもしも一人でもいらっしゃったら、本当に神様はこの一年この御言葉によってこの教会を祝福してくださってるんだなってことを思います。神様の大きな大きな恵みです。神様の前に出ようじゃありませんか。私を自由にしてください。私を解放してください。私のことの間に満たしてください。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆をおめでたいます。本当にあなたが私たちを愛してくださっていること、私たちのために一人のイエス様さえ与えてくださった、そこまで大きな犠牲を払って私たちを自由にしたいと、解放したいと願っていらっしゃる、その大きな大きな犠牲を持って私たちを解放したいと思っていらっしゃる、その大きな恵みに感謝いたします。神様、私たちを自由にしてください、解放してください。本当にイエス様を信じると自由になるんだなって、イエス様を信じると解放されるんだなって、本当に一人一人がそれを経験して、そのことを喜びはあふれて明かしていくものとしてくださいますようにお願いをいたします。私たちを縛っているものがあるならば、聖霊様、今お一人お一人に触れてください。お一人お一人に神様語ってください。人間の言葉ではない、本当に聖霊様が働くときに私たちは罪が示され、解放されなければいけないものが示されます。聖霊様、どうか今ここに臨んでくださって、あなたの御業を成してくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。